エージュさん、フーカさんのこと心配ですね。フーカさんにも何か事情があるんだと思うよ。私は直接襲われた立場だけど、怒ったり非難したりする前にまずなぜを確かめるべきだって考えてる。ネージュちゃんも同じだよね。誰よりも彼女のそばにいたのはあなただったんだから。はい、風花とはよくお茶をしながらたくさんの話をしました。だからあの子のことはよく知っている。少なくとも私はそのつもりだったんです。でも今はわからない。なぜあの子が皆さんを妨害し傷つけるような真似をしたのか、なぜ姿を消してしまったのか、なぜ私に何も言わずにこんな。大切な友達にさえ言えない、それくらい大変な事情があったのですよ、きっと。そうなのかも。そうであってほしいと思いますけど、どうしても怖くなってしまうんです。風花にとって私は本当に友達だったんでしょうか。もしもそう思ってるのが私だけだったとしたら、一番そばにいたネージュちゃんだからこそ今すごく不安で辛いんだよね。ネージュちゃん、私たちにできることがあったら何でも言ってね。私もネージュさんのお手伝い頑張りますよ。あとあんまり思い詰めないでくださいね。まだ何が明らかになったわけでもないのですから。ありがとうございます、アスナさん、ユイさん。信じていたものが揺らいだ時の不安な気持ち、私にも覚えがあります。私も何か力になれることがあれば良いのですが。おやアリス、難しい顔をして何を考え込んでおるのじゃ。カーディナル様、今回の件でネージュが落ち込んでいるようなので、私も何か力になれればと。まあ協力という意味では皆が風化捜索のために動き出してはおるがの、お主も捜索には加わるのじゃろ。ええ、そのつもりです。ですがお主も良き心を持つ優しい子じゃな。そうじゃな、こういうのはどうかな。お主が主催となってお茶会を開くのじゃ。え、こんな時にお茶会ですか。こんな時だからこそじゃよ。今は焦燥感に苛まれるような事柄が続いておるからな。ええ、だからこそゆっくりとお茶を楽しむような余裕は。余裕を失っては見えるものも見えなくなる。心を落ち着けることも大切じゃろ。不安とは一人で抱えれば膨らむもの。友と語らい茶を楽しめばそれもだいぶ和らぐのではないかな。確かに、カーディナル様のおっしゃることも最もかもしれません。悪くない案じゃろ。何、そう身構えることはない。茶とつまめるもの、それさえあれば十分じゃ。おい二人とも何やってるんだ。何、アリスがお茶会を開きたいというのでな。どうしたものかと話しておったのじゃ。お茶会、なんでまた急に。お茶会か、素敵な思いつきだね。僕もこの機会にみんなとゆっくり話してみたいと思ってたんだ。焦ったり不安になるようなことが多いけど、美味しいお菓子やお茶があったら心も少しホッとするもんね。とてもいい思いつきだと思います。美味しいものは人の心をリラックスさせてくれますから。そう聞くと確かにありかもしれないな。戦闘や探索だけじゃどうしても話す相手が偏りがちだしな。アリス、皆もこう言っておるぞ
そうですね。ここまで楽しみにしてもらえるのでしたら、やってみてもいいかもしれません。ですが、お茶会を開くにしても、お菓子や軽食などはどう用意したものか。それなら任せて。とびっきりのを作れると思うわ。せっかくみんな揃ってるんだし、今から材料を集めに行きましょうか。任せてくれ。背中は任せますよ、キリト。行こう。装備してみよう。ミッション開始。敵だ。ミッション開始。
強そうだぞ。ここがチャンスだ。危なかったぜ。レアモノだな。装備してみよう。装備してみよう。できた。できた。ミッション開始。チャンスがあれば叩き込め。ミッション開始。敵だ。敵だ。
敵だ。敵だ。敵だ。ミッション開始。お疲れ。いい戦いだったな。なかなかいい結果だ。こんなものでしょうか。キリト、そろそろ皆のところに戻りましょう。なあ、そこそこ材料も集まったしな。なあアリス、どうしてまたお茶会を開こうだなんて言い出したんだ。落ち込んでいるネージュのために何かできることはないかと思ったのです。ネージュのため？ええ、少しでも彼女の気持ちを和らげることができればと。私にもネージュの感情が理解できる気がしますから。キリトも知っての通り、私もかつて信じていたものに裏切られ、強い不安や苦しみに襲われました。全てが同じというわけではありません。ですが彼女もかつての私に近いものを感じているのではないかと。もしそうだとしたら、彼女の不安は大きく、一人で抱えるには重たすぎます。アリス、もしくは妹のセルカを思い出すせいかもしれませんね。ネージュが風化を慕う姿を見ているとセルカを重ねてしまうのです。姉としてセルカには常に幸福であってほしいと思っています。存外こちらが本心かもしれません。どっちの理由であってもアリスがネージュを励ましたいって気持ちはよく伝わったよ。アリスのお茶会でネージュが元気になれるといいな。そうですね、少しでも励ましになれば何よりです。お菓子の材料、こっちはたくさん集まったよ。皆さんとっても張り切って集めてましたよ。キリトたちはどうだった？余るくらいにはしっかり集められたと思うぜ。うん、みんな良い成果だったようじゃな。皆さんありがとうございます。おかげでしばらくはお茶会のお菓子で困ることはなさそうです。うん、いっぱいお茶菓子や軽食が出てくる素敵なお茶会が開けると思うよ。ネージュちゃんが思わず笑顔になっちゃうようなとびっきり美味しいものを用意しないとね。アスナ、このお茶会が彼女のためのものであると気がついていたのですか？なんとなくだったんだけどね。ただ私もネージュちゃんに何かしてあげたいなって考えてたから、そんな矢先にアリスさんがお茶会のことを言い出してくれて、もしかしたらアリスさんも私と同じ気持ちかなって思ったの。あなたの周りを見る目にはかないませんね。アリス、僕もネージュのことは気になってたんだ。だからお茶会には大賛成だよ。他にも手伝えることがあったら何でも言ってね。ありがとう、ユージオ。
お茶会か。何が食べられるか今から楽しみだな。先に伝えておきますが、キリトが食べていいのはあらかじめ私が取り分けておいた分のみです。で、なんでだよ。お前は放っておいたら他の人よりも先にテーブル中のお菓子を食べ尽くしそうなので。ああ、それは否定できないかな。お菓子をゆっくり楽しむ子もいるからね。そうした方がいいかも。キリトの場合、油断するとお茶会ではなくお食事会になりそうだしな。パパは食いしん坊ですからね。みんな揃ってみんなありがとう。早速お茶会の用意を始めようと思います。開催前からここまで盛り上がるとは、提案した甲斐があったというものじゃ。わしらを巻き込んで準備を始めたのじゃ。素晴らしいお茶会を期待しておるぞ。はい、お任せください。